はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。魔女の迷宮また続きやってみましょうか。なんか、ログインチケットも、ログインボーナスもらいましたね。じゃあね、今日は上級に普通に行ってみようかなと思っております。まあ、なんでしょうか。初見で突破できれば、それは綺麗なことなんですが、さすがにそろそろそんな感じにはいかないかなと思いますけど、じゃあ準備をしましょうか。その前に、じゃあ、遠征チケットせっかくもらったから、上級クリアで解放か。どうしようかな、チケットは。こっちで使うか、せっかくもらったチケット。あ、7枚もある。まあいいや。じゃあ、後で。それじゃあ、とりあえず、いや、ちょっと待って。遠征1回ぐらい行っといていいかな。これは最初にもやりましたけれども、結果だけ見よう。そんなにいいものを手に入らないか。そこそこか。まあまあ。よし。じゃあ、ちょっと待ってね。装備を整えます。倉庫に。まあ、売らなくてもいいかなと思うんで。まあ、これは持っていきましょう。失いたくはないんですけど。モンスターサーチ、鑑定、呪いか。まあ、持ってってもいいね。意外とアイテム入んないよな。ワープ薬は持ってってもいい。火炎って前方が1マスなのか、ちょっと後で調べたいなと思うんですけど、こんな実際のところは、なかなか難しいんですよね。こういうのって確定性がないから。倉庫へ入れます。ちょっと整理して。回復は持ち込み2個にしましょう。万能薬はね、拾えるかなと思うんで、1個でいいや。ワープ薬は安全帯持ってきます。火炎も持ってきます。睡眠か。睡眠もちょっと安定はしないだろうな。自分の身を守った方がいいから、囲まれた時にしょうがないんで、まあ、拾えたら拾いましょう。モンスターサーチ、速攻でいるわけではないが、清めを持ってっていい。変化はちょっと、あれだな。あまりこれに頼っているような戦い方はしたくないんで、鈍足はちょっと回数が少なすぎるんで、で、速攻ぶち込みます。ワープはあってもいいかな。分裂はまあいいわ。コンボ用だと思うんだけど。じゃあ持ち込みとりあえずこんなもんで。あ、パンだけもらっておこうか。はい、ありがとう。パンはね、まあ1個手持ちに入れながら即時食っていくような気にします。とりあえず上級を10回ぐらいいければいいかなと思いますが、道具屋なんか面白いものあるか。強いな。これいくら？あ、てか防御いくらか。あ、てかこれ欲しいな。弱化耐性。2000か。2000はさすがに物売ってもダメだな。鉄の剣か。今、木の剣でしょ、僕。まあいいや、拾えることも加味していきます。それじゃあ、頑張ろうか。いきますね。とりあえず10回ぐらいで1回の動画まとめたいかなと思っておりますが、いきます。まあ、ログライクって楽しいっすね、やっぱね。よし。序盤はまあ、そんなに気にせず。10回、6回、ナイト出てきたあたりから、ちょっと気にしていきたいんですが。序盤で振っちゃうか。お、どんな盾だ？鉄か。まあ、今の盾がなかなか優秀なので、とりあえず売却用に持っとくか。ワープは持ってていい。ちょっと待ってね。これで鑑定できるのかなり優しいですよね。寝たまんまなんだ。へえ。はい、行きまーす。これは回復なんで、まあ、持っといてもいいでしょう。というか、最低1個ぐらいはキープしといておきたい。かな。上級でーす。上級の2回。まあ、スラピはいいでしょう。牧場送りになったそうです。回復薬、回復薬持ちすぎ感あるな。最大上がったっけ。飲むか。2本飲みます。スラピの回復もあるんで。チェリーピンク、やばいか、もしくはそこそこ大丈夫か、どっちかだな。空間把握。まあ、ここは、ちょっとね、ここで使う必要はないな。とりあえず歩きます。満腹度はあんま全然気にしなくてもいいので。
回復をスダピのクリスタルに頼ってもいいかなーって思うぐらいなんですよね。そこ、これぐらい回復が多い。で、チリーピンクは飲みます、ここで。よし。まあ、いいです。降ります。あの剣、いい剣だといいなぁ。木の剣か。ゴミですね。いらないです。ほら、物をね、いらないからって投げてね、置く癖はね、やめた方がいいです。僕、昔試練で天守に当たったことあって、大変なことになったんで まあ、あるあるだと思いますけどね。マップ。鉄も、まあ、ぶっちゃけ持つものではないんだよね。どうしようかな。鉄置きます。クリスタルね。まあ、持っててもいいけど。どれから使っていくべきかな。スダピはもう、合わないっちゃ合わないから。全部スダピクリスタルを一応保持しておいて、回復を捨てたっていうような持ち回りでもいいとは思うくらい。モンスターハウスとかあるのかな？空間把握。豆だぬきから。まあ、武器が弱いよね。まあ、武器ってか攻撃力はレベルでなんとかできる部分もあるから、まあ気にしなくていいんだけど。よし、降ります。マップがまだ狭いんで、あんま気にしなくてもいいんですけど、空間把握読んじゃうか。クソシンプルですね。まあ気持ちそんなに変わらないかな。これは飲みます。ニコキープの気持ちいい。バニラね。バニラ。このゲームは珍しいことに振ってわかるので振りましょう。場所替えか。変な時に必要になったりするんだよな。ちょっと一歩後ろ下がりますね。よし。クリスタルってどういう構図なんだ？鈍足不要か。ただ1マス離れて、1マス離れたとこからできないのはちょっと辛いですね。場所がね、悪くはないけど、ちょっとトリッキーだよね。さあ行きます。化け物ダブついてるからとっとと読むか。もう、タヌキぐらいは一撃。モンスターサーチ。トレジャーね。飲みます。ちょっと攻撃的なものを用意しとかないと後半きついかもしれないな。木の剣、木の剣はもういらん。あ、この動きはダメです。このムーブは良くない。マジで。ちょっとね、トレジャー40は。そんなにいなかった。バットか全員。リーフグリーン回復多すぎ。まあかなり盾のおかげで
食料気にしなくていいムーブができてるなと思うんですが、識別してから行くかな。いや、下がっちゃう。6回です。まあ、ここまでは危なげなく。どんどん使っちゃいますか。鑑定は腕輪とかに、あ、しまった。ちょっと待った。それはいけない。どうしよっかな。これちょっと少ないね。終わらせちゃおうか。ちなみに、ガチファイトするとどれぐらいかかんの？鈍足って永続じゃないんかーい。しまった。やらかした。危な。マジで。ちょっと待って。ちょっと待ってね。投げて外してはいけないから。ちょっと緊張するんだよな、こういう時。強い。普通に強いな。射程に貫通ね。まあ、どんどん使っていってもいいかもね、こういう攻撃系もね。やっぱ、ないと硬いなー。アタックが弱い以上は少し攻撃気にした方がいいかも。キラーボットは？鈍足か。悪くないけど、鈍足は遠く離れたとこからできないとあんまり意味がないんですよね。ダッシュ移動ちょっとこの面怖いな。あ、でもまあ、そっか。毒って聞いてたからなんか僕、ちょっとビビってたけど、別に体力の低下になるから別にそれはいいんだよな。力の最大値下げるのは毒はちょっと困るんですけど、吸引銃みたいなですね。もしかしたら強いやんだけど。若狸。この動き方ちょっと本当はダメなんだけど、ちょっとめんどくさいからやっちゃってます。さて、アイテムが一つ。いらない。 何の意味もない。これ識別できてるゆえのちょっとシュールな光景ですけど、あれですね。全然いらない。動き方は良くない。痛いっすね。上行っちゃったか。まあ、いいや、降ります。7回。モンスターサーチ、いや、鑑定が2つあんのか。2つあんなら使おう。火炎の杖ね。火柱みたいなもんか。まあまあ持ってたいな。ほんとちょっとナイトだけやばいんだよな、マジで。マジでやばいから気をつけたい。出会い頭は嫌だな。パンか。パンは、拾いたてがうまいということで食べます。ああ、めんどくさい。まあ、囲まれることもないんだけどね。こいつもアタック弱くないな。ちょっと今更感あるけど、鑑定しちゃうか。参加使えないこともないな。ナイトはやっぱ出現率低いんだろうな。まあそんなポンポン出ていいモンスターではないかな、あいつは。
手なずけた。クリティカル。スラークリスタル欲しいなぁ。ちょっと待ってね。あ、ごめん。これ最大だったら回復したかなとか思ったけど、まあいいわ。痛い。可動打ちするな。よし。さあ。逃げてもよかったな。ちょっと甘えたかも。ここは、こうやって、ちょっとどんどん使ってきますか。うわぁ、そんなに強くない。外さないでね。鈍足になった。何撃ぐらいかかんの？強いね。本当にこいつは普通に強い。あいついなくなっちゃったな。はい、破壊。分裂やついでしょ？一回ちょっと逃げます。これ敵散らしましょう。これはこいつの分裂も実質封じた。まあこれは感づいてるから来る。リアルファイトあんましたくないな。いや、こいつ強いよね。どうしようかな。いや、どんどん使っていこう。いや、やばい。こいつ本当にやばい。で、落とすものはこんなもんか。まいったね。万能薬。空間把握で見えますか。オッケー、わかった。拾わないで。攻撃アップ。ボス部屋あたりで使いたいですね。鑑定あったっけ？鑑定しよう。ああ、ちょっとめんどくさいな。万能薬は異常状態でしょう。二つ持つ必要あるか？ないな。ただ、巻物ダブってるから、このあたりで、ちょっと行こう。で、識別も読みます。このゲーム、ツボないんかな？分裂か。今更好む人ってもな。こいつのクリスタルどんなの？あ、いいね。使うわ。火炎ですね。サーチ。鉄の矢か。迷うよね。分裂いるか。まあ、EXP 稼ぐなんていう、ちょっと、こすいことするときはいるんだけど、まあいいわ、置いてくわ。いいかな。おります。9回。次の回行ったら1回動画止めるというか、パート終わりにしようと思うんですけど、とりあえずは。モンスターサーチはちょっとまた後で使うとし、あ、一応でも2個あんのか。じゃあ1個使うわ。万能薬は持ってる必要あるか。いや、いいわ。万能薬は2個でいい。常備。装備外しか。こういう時は鉄か木の矢のどっちかを消費させた方がアイテムスペース的にはいいんですけど。来たね。まあ、これぐらいの消費で倒せんなら認めるかなって感じですが。いや、あいつ普通に強いな。おっと、どこした？さっきのところじゃん。もういいでしょう。プリズンは。オッケー。
万能持ちすぎ。ちょっと一個飲むわ。効果がなかった。そうだよね。剣はどう？キーばっかりだな。試練で言うとこの棍棒ばっかり出てる感じだな。まあ、盾がいいのを拾えたのはかなりありがたいんですけど、満腹度的にもね。いや、万能2ついらないわ。で、ちょっと無理やり使って、アイテムはない。回復薬、まあ持っててもいいでしょう。ただ二重回復はそろそろ役に立たないな。パンは、すぐに食べる。次もしかして、なんか中ボスとかになったりしますかね、このダンジョンでも。さあ行きます。いや、ありえるんだよな、全然。あ、ないか。オッケー。チェックポイント通過だとさ。こいつ鈍足にするやつだよな。いやー、骸骨魔導か。かわいい顔してやがって。ほんとね、骸骨魔導死ぬほど嫌いなんで。スカーレット。骸骨、魔王ですかね。まあ、そこまではまだ許すとして。多分、スーファイン版の試練やった人、あいつに一回だけ、一回とか完全殺されたことありますよね。ちょっとひどいよね。完全状態から殺されるからね、あいつはね。一個飲みます。さすがにちょっと回復薬だともう無理かなと思って。あ、最大2位上がった。こんなことあるんだ。拾います。スカーレット、なんだろう。じゃあ、とりあえず、今日はここまで。残り10回は次に回します。じゃあ、お疲れ様でした。まあ、とりあえずここまでは危なげないかなと思うんですけど、こっからが楽しいところかな。頑張ります。